皆さんこんにちは。今回はアイハーブでお買い物したものが届きましたので早速ご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回もねアイハーブすごく届くのが早くって、発送してからね3日目ぐらいで、到着しました。で今回はもうほとんどコスメを買っていなくって、普段ね愛用しているものの、リピートだったりとか、あと日用品、あとまあサプリメント系ですね、そんな感じでお買い物をしていますので、まあ、いつもねコスメにご興味のある方はちょっと今回あまり参考にならないかもしれないんですけれども、まあ、すごく私が気に入って使っているものもありますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。でこんな感じでね箱を開けるともういつもながらかなり無造作に入っています。なのでこの箱のね上の方からとりあえずもう順番はめちゃくちゃになると思うんですけれども、ご紹介していこうと思います。まず一番上にあったのが、こちらの、グミキングというブランドの、まあ、子供用のビタミングミですね。これを前に買ったことがありまして、でこれはね、甥っ子がいるので、今度会う時があるので、お土産に持っていこうと思って。で、これがお試しプライスで、販売されていたので、今回はね、このビタミン D を買ってみました。普通だったらね、これ結構800円ぐらいする、なかなか高級なグミなんですけど、まあそれはもともと500円ぐらいでアイハーブ売っています。でさらにセール価格で350円だったので、結構普通に味も美味しいし、他にもね、ビタミン C とかマルチビタミンとかいろいろ種類があります。そして続いてはこちらですね。これは自分用に、ビタミン C の、サプリメントですね。ソラレイだったかな、前に何度か買ったことがあるブランドです。ビタミン C も多分あるかな。で今回これが、またセール、ビタミン C 系がセールにカテゴリーがなっていたので、久々にまた飲んでみようかなと思って、でこれはタイムリリース型って言って、こう飲んだ後、こう体にこうゆっくり浸透というか吸収してくれるものですね。ビタミン C って水溶性なのでこう流れやすいんですけど、それをこう、カバーする、形で作られたサプリメントになっています。そして続いてはこちらですね。まあ、ちょっとこのギョギョしい感じなんですけれども、エクステンドっていうんですかね。これは、BCAA の、サプリメントで、まあ、粉状になったものになります。でこれは私用じゃなくてちょっと家族に頼まれたので買ったんですけど、まあ、スポーツ、運動中とか、まあ、運動前、運動後とか、いろいろこう飲み方はあるんですけれども、こちらはまあアミノ酸系の、サプリメント。パウダーですね。お水に溶かして、これは運動中に飲むものになります。運動の、こう、効力というか、能力をこう上げるといいますか、まあ、体をね、こう鍛えてる人とかが取るといいですよっていうものになっています。そして、続いてもね、サプリメントで、こちらも同じ、BCAA の、今度はこのカプセルタイプのサプリメントになります。効能はね、さっきと同じ感じになっています。で、これは私、自分用に、今回選んでみました。特にね、スポーツとか、ジムとかも全く通っていないんですけど、普通にこう、通勤とか、家の中でこう、お掃除とかするときってね、意外と運動しているんですよね。なので、まあ、その前後とかに、これをまあね、習慣づけて飲んでいると、効率よく、まあ、運動能力をこう上げられる感じが、あるかなと思って、まあ、お試しで買ってみました。で、この BCAA のね、このサプリメントが、すごくお得だったんですよ。30% オフだったので、まあ、そういった意味でもね、1000円ちょっとぐらいで買えたので、試してみるにはいいかなと思いました。なんかボトルもちょっとこう、ホログラムチックな感じですごいかっこいいですね。そして続いてはこちらですね。これはリピート品です。オーガニックインディアというブランドの、お茶の葉です。で、これがトゥルシーっていうものなんですけど、このホーリーバジルっていう、植物、お茶の葉があるんですけど、それが主体になった、お茶になります。で、これはね、スイートローズっていうちょっとこう、ブレンドをしたものになっていて、お茶をね、必ず水筒に入れて持ち歩くので、それ用に、これをね、お茶を沸かして、冷蔵庫で冷やしてね、1週間分こう準備をしています。でもこれは多分4巻目ぐらいになりますかね。とにかく味がすごく好きで、
すごくハーバルな感じと、でこれまあお茶とはいえやっぱり少しねスピリチュアルな感じっていうんですかね、精神をすごく穏やかに落ち着かせてくれるような作用がなんかあるらしいです。あとカフェインフリーなので、夜とかねお休み前に飲んだりとかするのもいいみたいです。そして続いてはこちらですね、これももうリピートしています。もう何度も注文していて必ずね冷蔵庫にストックがある状態を続けています。こちらはグッドブレスっていう、ブレスケアの、商品になります。小さいねカプセルなんですけど、そこにパセリオイルが入ったものになっています。パセリオイルは口臭のケアとかニンニクとかね、そういう匂いの強いものを抑えてくれる作用があるので、なので必ずねそういう匂いのするものとか、こうちょっとなんか調味料にニンニクとかが入っているものとか、スパイスが、強い食事とかをした後は必ずこれを飲んでいます。で続いてはこちらですね、これもかなり久しぶりに購入します。ナウフーズですねの、ローステッドピスタチオです。まあ、自分の中で、ね、食べるブームってあるので全然買ってなかったんですけど、まあ、久々にちょっと目に入ったので買ってみました。塩味がね結構しっかりしていて、味も普通に美味しいです。まあ、あとアイハーブで買うとすごくねお安いと思います。はい、そして続いてはこちらですね、これはメソッドのオールパーパスという、洗剤ですね。これも、3本目になりますね。すごくね大容量で828ミリあるので、なかなかなくならないんですけれども、今使っているのがちょうどもうこの辺ぐらいになってきたので、忘れないうちに購入しておきました。これはね主にキッチンの、ガスコンロとか、あとキッチンの天板とか、あとまあ冷蔵庫とかね、そういうところを拭いたりとかするのにすごく便利で、汚れ落ちもいいし、あと香りがこれグレープフルーツの香りがするんですけど、香りもすごくいいので、これに代わるものがね私の中で今見つかっていないっていうぐらいすごく気に入って使っているものになります。そして続いてはこちらです。これは、ナウソリューションズの、グルコサミン MSM& アロニカリポソームローションという、まあ、ボディクリームですね。これもリピートで2本目になります。これはまあ自分だけっていうよりも家族にねちょっとこう、腰痛とか、あとちょっと膝とかが痛いっていうものがいまして、それ用にね使ってところ、まあ、なかなか効果があるという話 で前の1本、ね、使い切ったので、またねこちらを、リピートしました。まあ、腰痛とか関節痛とか、まあ、そういったのが気になる人には一度使ってみていただきたいなと思います。そして続いてはこちらはね初めて購入します。エブリワンフォーエブリバディって書いてあるんですが、キッズソープですね。ボディウォッシュ、まあ、髪の毛とかもね洗えるし、あとバブルバスにもまあできるっていう、ボディシャンプーになります。これすごく大きいんですよね。946ml 入りということで約1リットルあります。でこれもねちょっと妹家族甥っ子がいるんですけど、遊びに行った時のね、ちょっとまあちょっとした手土産じゃないですけど、何度かねいろんなボディーソープとかボディークリームとかね、子供用のものを買って持っていくことが多いんですよ。で今回はこのキッズソープをね選んでみました。でこれはオレンジの香りがするっていうことで、すごく香りの評判がよくって、でリピートしてる方もすごく多いみたいで、まあ、どんな感じかなと思って、買ってみました。はい、そして最後になります。最後にやっと私らしいというかスキンケア製品なんですけれども、ダーマイーのビタミン C ミセラークレンジングウォーターです。これはリピートですね。今回2回目になりますかね。これは化粧水というよりもミセラークレンジング、すごく分子の小さいこの液体が顔の、ね、汚れとか、もちろんメイクも落とせるんですけど、私はね朝の洗顔代わりにこれをね拭き取り化粧水として使っています。でもう残りが本当にあと1センチぐらいですかねになってきたので、またね続けていこうと思いまして、こちらを買いました。
今は朝は一応洗顔は軽くして、でもそれでもあの最初のね顔のこう拭き取るというか、そういう作業は必ずこれでやっています。こちらはねもう使うことが習慣化してしまったので、もう今後もずっと多分使い続けていくんじゃないかなと思っているぐらいすごくね気に入っています。はい、ということで今回はアイハーブでお買い物した商品をご紹介いたしました。今回はね、もう実際に、しっかり使って気に入っているものをリピートしたものが多かったかなと思いますし、あとまあ、サプリメントとかね、やっぱりアイハーブならではじゃないかなっていう商品もあったので、気になった方はね、ぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。